者が出て直進性能に強いアルバドール、このサイドから飛び込んでくるディスティンは反応がどうしても遅れてしまいがちですが、しかしこのパートナービスケットは初日の記念大会でも素晴らしいパフォーマンスを見せました。ライトのギア6、そして雨もそれほど嫌がっていない様子。もともと水は大好きなアルバドール、まさに水を得た魚のように今日はポイント次々と持ち帰ります。時計後半、さあ第4投、これもいいでしょう。高いジャンプ、非常に高いリビングを見せます。さあ岩村光一のビスケットチーム、まだ完全無欠気を見せない。11秒10秒でエリア6、すでにオーバーサーティー入っている。6秒5秒4321秒、ラストもう一つ入った。この一撃が後々効いてく、全チームにボディーブローが入った。ポイントなんと36、トータルポイント76、モンスターラブラドール登場。